大鳥居鹿島神宮は、茨城県鹿島市宮中にある神社。式内社、日立国一宮。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。全国にある、鹿島神社の総本社。千葉県、香取市の香取神宮、茨城県上須市の行き住みか神社と共に、東国三社の一社。 また、宮中の四方杯で擁杯される一社である。茨城県南東部、北浦と、鹿島灘に挟まれた鹿島大地上に鎮座する。古くは、日立国風土器に鎮座が確認される、東国随一の古社であり、日本神話で、大国主の国譲りの際に活躍する、竹見和知人を祭人とすることで知られる。古代には、朝廷から、江戸の平定神として、また、 藤原氏から氏神として崇敬された。その真意は中世に武家の世に移って以後も続き歴代の武家政権からは武神として崇敬された。現在も武道では厚く信仰される神社である。文化財のうちでは普通の御玉県と称される長大な自家党が国宝に指定されている。また境内が国の史跡に本殿、拝殿、老門など 社殿七棟が国の重要文化財に指定されているほか、多くの文化財を現在に伝えている。鹿を紳士とすることでも知られる。神宮は、日立国鹿島郡の地に鎮座するが、その地名、鹿島は、日立国風土記では、郝島と記載される。風土記の中で、郝島郡の名称は、江東の天の大臣に基づくと説明されている。鹿島を、 カ島シマと記した書見は養老7年であり、8世紀初頭には、甲島からカ島シマに改称されたと見られている。この変化の理由は、詩書からは明らかでないが、神宮側では、紳士の鹿に由来すると説明する。このカ島シマの由来には、諸説がある。主な説は次の通り。なお、神宮では、現在社名に、島の字を用いているが、 自治体の茨城県鹿島市は、佐賀県鹿島市との区別のため、島の字が使用される。鹿島金目石神津江戸時代の名前図へ。上が金目石を祀る鹿島神宮、下が県を持ち大名図を抑える竹和一神。祭神は次の一柱。上記のように、鹿島神宮の主祭神は竹和一であるとされる。竹和一の羊について、古事記では、 イザナギの命が火の加ぐ土の人の首を切り落とし、剣についた血が岩に飛び散って生まれた三神のうちの一、神とする。また、天孫降臨に先立つ吉原中国平定においては、雨の取船、または、共通主神と共に活躍したという。その後、神武統制に際して竹見和内は、伊レエビ子に神権を授けた。ただし、古事記、日本書紀には、 鹿島神宮に関する言及はないため、竹見一と鹿島との関係は明らかでない。一方、日立国風土記では、鹿島神宮の祭神を、高等の天の大臣と記し、この神は、天孫の統治以前に、天から下ったとし、危機の説話に似た伝承を記す。しかしながら、風土記にも、この神が竹見一であるとの言及はない。 高間の原より織り来たりし大御神、名を甲島天の大御和と称す。天にてはすなわち火の高等の宮となけ、地にてはすなわち、放火等の宮と名付く。日立国風土気候島,島群上より、抜粋神宮の祭人が武御和地であると記した、文献の初見は、古語周囲における、武御和地人云々、今日立国鹿島神これやという記述である。 ただし、演技式の、春日祭りのりとにおいても、鹿島シマザケン聡ガマと見えるが、この、春日祭りのりとは、春日大社の創建と言われる神語経運2年まで、遡るという説がある。以上に基づき、8世紀からのエゾ平定が進むにつれて、地方神であった、鴻島神に、中央神話の軍神である武三和土の神格が、 加えられたとする説があるほか、中央の国譲り神話自体も日立に下った、郝島神が中富の氏によって割り込まれて作られたという説がある。神宮の祭神は、竹三和地が国土平定に活躍したという危機の説は、武具を剣じたという風土器の説はから、武神、軍神の性格を持つとみなされている。特に別称、武仏や豊仏に関して、 仏という故障は、真剣の仏の御霊の名に見えるように、刀剣の鋭い様を表す言葉とされることから、刀剣を象徴する神とする説もある。鹿島神宮が軍神であるという認識を表すものとしては、両神秘翔の、関より、東の軍神、鹿島、香取、諏訪の宮という歌が知られる。一方、船を収めさせたという風土記の記述から、 公開神としての一面や、採取集団の占い死骸を掘ったという風土記の記述から濃厚神としての一面の指摘もある。以上を俯瞰して、軍神、公開神、濃厚神といった複合的な性格を持っていたとする説もある。一方で、 武ケ一と中富の氏の元素である、天の小屋根の命をつなぐ系図が存在し、中富の氏歴代にもつくそく、命、スヒ魂命、ノチ、イカツシン雷大臣命など、雷に関係した、神名、人名が見られ、中富の氏と同祖と見られる、帰国像にも、雷神祭祀や、天雷命など雷に関わる神名が見られる、ことから、 雷神としての竹三和を中富の死本来の神と見る説もある。香取神宮下佐国一宮。鹿島神宮とは深い関係にあり、古来並び称される。鹿島神宮は、下佐国一宮の香取神宮と古来深い関係にあり、鹿島、香取と並び称される一体の存在にある。鹿島、香取の両神宮とも古くより、 朝廷からの数敬の深い神社である。その真意は、両神宮が軍神として信仰されたことが背景にある。古代の関東東部には、現在の霞ヶ浦、陰馬沼、手賀沼を含む一帯に、カトリ海という内海が広がっており、両神宮はその入り口を訳する、地政学的重要地に鎮座する。このカトリ海は、大和政権による、 江戸神出の輸送基地として機能したと見られており、両神宮はその拠点とされ、両神宮の分霊は、朝廷の脅しを示す神として、東北沿岸部の各地で祀られた。鹿島神宮の社殿が北を向くことも、江戸を意識しての配置と言われる。朝廷からの重要視を示すものとしては、次に示すような事例が挙げられる。鎌足神社、藤原鎌足の出生伝承地。 また、藤原氏からの数形も特徴の一つである。鹿島には、藤原氏前身の中富野氏に関する伝承が多く、残るが、藤原氏祖の藤原鎌足もまた、日立との関係が深く、日立国風土記によると、日立国内には鎌足の福が設けられていた。また、大鏡を所見として、鎌足の日立国出生説もあり、 神宮坂井貝抹茶の津東在者跡近くに鎮座する鎌足神社はその出生地と伝えられる。藤原氏の宇治屋城として創建された奈良の春日大社では、鹿島神が第一伝、香取神が第二伝に誕生されて祀られ、藤原氏の祖神たる雨の子屋根の命よりも上位に位置づけられたが、雨の子屋根の命の父を、 武三一知の人とする説があり、それに従えば、武三一知の人は、中富の市の上祖となる。その後、中世に、武家の世に入ってからも両神宮は武神を祀る神社として武家から信仰された。現代でも、武術方面から信仰は強く、道場には、鹿島大明神、香取大明神と書かれた二軸の掛け軸がタイで、掲げられることが多い。 創建について、鹿島神宮の由緒、鹿島宮社礼伝記や古文書の目安では、神武天皇元年に初めて宮柱を建てたといい、神宮側では、この神武天皇元年を、創建年としている。一方、日立国風土記にも、神宮の由緒が記載されており、高等の天の大臣が高間ヶ原より、高等の宮に降臨したとしている。また、この、 高等の天の大臣は、天の大神の社、坂戸の社、沼尾の社の三社の総称であるともする。その後、第十代主人天皇の代には、大中富神岐勝明が、大阪山で鹿島神から神託を受け、天皇は、武器、バグ等を剣じたという。さらに、第十二代、慶光天皇の代には、中富の神佐山命が、 天の大御神の信託により船三隻を封建したと言い,い、これが、お船祭りの起源であるとされる。新佐山命は大和竹る命の統制活動に参加しており、道の区地方に多く見える鹿島神、鹿島おこかみの分布は、中富野市の先祖や部民関係者が、統制活動に随行、従事したことによるものと見られる。なお、風土に見える船の奉検は、 実際には山と竹る命の統制にあたって、献上したものと見る説もある。飛鳥時代、日立国風土記には、鹿島社に、多くの神戸、すなわち祭祀維持のための付属の民庫が設置されたことが、見える。また風土記では、大化5年に神軍として甲島軍が成立し、天示天皇年間には初めて使いが使わされて、造営のことがあったと記す。 以上の背景としては、大化の改新後の申請による朝廷の東国経営強化が考えられ、改新を契機として朝廷は、鹿島社とつながりを深め、天寺町の社殿造営を大きな活気としたと見られている。このような朝廷との結びつきには、中富野市の存在が背景にあったと指摘される。中富野市は6世紀後半から7世紀初頭に、 祭祀制度の再編を行っており、これに伴って東国に中富信や浦部といった部民を定め、一地方神であった鹿島社の祭祀を掌握したと見られている。実際、資料には鹿島軍事や社の神職に中富の姓の人物が多く存在する。そして、大化の改新後に中富の氏は政治的に躍進し、鹿島社も 朝廷との関係を深めたという。中富野市進出以前の最主氏族については、諸説あるが、明らかではない。鹿島神が、朝廷の東国経営で、大きな役割を果たした様子を表すものとしては、後世の、日本三大実録や、演技式神明帳に記される、道の国内の多くの鹿島神の病泳神の存在が指摘される。その記載から、 鹿島神は国土平定の武神、水神として太平洋沿岸部を北上し、その過程で各開拓地で祀られ、最終的に今の宮城県石巻市付近まで影響力を及ぼしたとされる。奈良時代春日大社藤原氏の宇治屋城。その創建に際して、竹見和知人は鹿島から春日へ勧生され、その第一伝に祀られた。奈良時代には、師匠に、 多数の神戸の記事が載る。またこの時代、鹿島社は、藤原氏から、氏神として特に数敬された。神後慶運2年には奈良を二山のうちに、藤原氏の氏八代として、か須賀社が創建されたといい、鹿島から、竹見和知人、香取から共通主名、平岡から雨の子屋根の命と姫神が誕生された。これら四柱のうち特に、鹿島神が出身で、 春日社のもともとの祭神も鹿島社の要配に発したと見られている。その後も、藤原氏との関係は深く、宝棄8年の藤原義継の病の際には、氏神の鹿島社に対して肖像くらいの深海が報上されている。平安時代、平安時代以降の深海としては、上和3年に、正2位、久美ッ上和6年に11位、久美ッの記事が見える。 嘉唱3年には、春日社の県五釜豆地命は小一くらいに達した。延長5年成立の演劇式新名朝では、日立国鹿島郡に、鹿島神宮名神大月寺新ー目と記載されて、式内社に列したほか、月次祭、新ー目祭りでは平白に預かっていた。なお、新名朝で当時、神宮の称号で記されたのは、大宮宮。 香取神宮と鹿島神宮の三者のみであった。また、日立国内では、一宮に位置づけられるようになっていった。鎌倉時代から、江戸時代鹿島神宮は武神を祀るため、中世の武家の世にも神意は維持され、歴代の武家政権や大名から崇敬を受けた。源の頼朝から、多くの車両が寄せられたように、神宮には、武家からの方兵や、 所領の寄進が多く確認される。その反面、武家による神宮神職への進出や、神領審判もたびたび行われており、頼朝により武家の鹿島氏が総追武士に任命されて、神宮経営に入り込んだことを発端として、藤原氏の影響下からは離れていった。室町時代には、武家政権の神領寄進に並行して、在地勢力による審判が進み、 社殿造営費用にも欠く状態であったという。日立鹿島大宮宮、歌川広重が、六十四襲名書図へより。江戸時代には、江戸幕府からの数計を受け、慶長十年には、徳川家康により、本殿が造営された。元那五年には、徳川秀忠により現在の社殿一式。寛永十一年には、徳川頼房により老門等が造営された。 明治以降、明治維新後、明治4年に、近代社格制度において、官兵大社に列した。戦後は、神社本庁の別表神社に列している。昭和43年には、明治維新後100年の記念として、茨城県笠間市産の御影石を用いて大鳥居が建て替えられた。昭和61年には、境内が国の史跡に指定された。 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震により石像の大鳥居とみたらしい池の鳥居が倒壊し境内の石灯籠64基も崩れたほか本殿の地議も被害を受け被害総額は1億700万円に上ったその後境内の杉を用いて大鳥居が再建され平成26年6月に春光祭が 取り行われている。なお、平成23年度には、境内北西辺の紀藤殿、社務所の建て替えに伴い、境内で、初めての大規模な発掘調査が実施された。この時には、奈良時代に遡る単野関連をはじめとする以降、遺物のほか時代ごとに、幾度も聖地がなされた様子が認められた。鹿島大宮寺家系図か島大宮寺家に関する系図。 日立国風土器にも見えるように、古代日立には中富信、部、浦部が多く住んでおり、神職を兼ねる者も,も多かったとされる。天平18年には、これら当地に住む中心部二重煙、浦部後煙に中富の鹿島連生が可視されている。以後の神宮の主な神職は、この在地の中富の鹿島市と中央の大中富市が担っていった。植生について、 延長5年成立の演儀式では、神宮の植生は、宮司一人、ネギ一人、宿一人、物意味一人からなるとし、宮司は、十八位に準じるとしている。鎌倉時代に入り、源の頼朝により、日立大城市一族の鹿島氏が総大行事に、任じられた。それまで、神職の文人権は、基本的に、藤原氏が担っていたが、 この武家の進出によりその影響下からは離れることとなった。文英三年の初心官武人の記によれば、当時の神宮の神職には大宮寺を筆頭として、大根木、物意味及びその父、総大行寺、ケビー氏、総追武士、大領氏、宮助、権根木、和田権の法理、松田宿、総猿権の法理、田所権の法理、安守三人その他、神夫、 豪潮、方眼など、五十人は軽く超える数がいたという。主な職は次の通り。日立国風土器や演技式によれば、神宮の鎮座する、日立国鹿島軍は、神軍、すなわち、軍全体が、神宮の神領に指定されていた。また、日立国風土器には、神戸すなわち最新維持のための付属の民庫について、次の記載がある。その五奈良時代の文書には、 次の記載がある。平安時代、富士市長者は、食風より十個の寄進を例としたという。平安時代末期以降は、各新官がそれに付属する書料と資料を接襲した。中世には、診療審判がたびたび行われ、社殿造営費用にも欠く状態であったという。後に、豊臣秀吉により審判は停止され、文禄4年の検知で、 車両は405国と定められた。徳川家康からは慶長7年に1500国が加増され、車両は2000国に及んだ。社殿の造営について、日立国風土記では、天示天皇年間に、すでに造営のことが見える。鹿島長略によれば、大宝元年に正殿、仮殿が造営されたといい、この時から20年に一度の式年造営が、定められたという。 この式年造営では、現在の本宮と奥宮の社地を交互に、社殿地としたとされる。造営内容は、公認3年に、社殿すべての造体から正殿のみの造体に変更された。その後も、日本三大実録上岸8年の記事、演技式臨時祭に、造営の胸が見える。日本三大実録の記事によると、その要材には、材木5万余り得だ。 工夫16万4人、両党18万余、束を要したという。鹿島調子によれば、平安時代から戦国時代までの造営の年次は、上岸8年、天行3年、昭和4年、天永2年、上安3年、建略元年、高朝3年、高安5年、昭和2年、昭和4年、元寇3年、大営25年、影響7年、大永2年、 英六二年に確認される。慶長1十年には、徳川家康により、本殿、玄那五年には、徳川秀忠により、社殿一式、官営十一年には、徳川頼房により、老門等が造営された。神宮の鎮座する地は、三笠山と称される。この境内は、日本の歴史上重要な遺跡であるとして、国の史跡に指定されている。境内の広さは、 約70ヘクタールである。このうち、約40ヘクタールは、鬱っとした樹草で、鹿島神宮樹草として、茨城県指定天然記念物に指定されている。樹草には、約800種の植物が生育しており、神宮の長い歴史を象徴するように巨木が多く、茨城県内では、随一の常緑小用樹林になる。本殿前面に、石の間、平田が接続。 仮土の老門、日本三大老門の一つ。主要社殿は、本殿、石の間、平殿、拝殿からなる。いずれも江戸時代初期の源流五年、江戸幕府、第二代、徳川秀忠の命による、造営のもので、幕府当領の鈴木長寿の手による。平殿は、拝殿の後方に建てられ、本殿と平殿の間を、石の間と呼ぶ、渡り廊下でつなぐという。 複合社殿の形式をとっている。楼門を入ってからも参道はまっすぐ東へと伸びるが、社殿はその参道の途中で右から接続する特殊な位置関係にある。このため社殿は北面するが、これは北方の絵図を意識した配置とも言われる。本殿は三軒舎流れ作り、後輩一軒で日和田吹き。漆塗りで中東、組物等に極彩色が施されている。 元那5年の造営までは、現在の奥の宮の社殿が本殿として使用されていた。本殿は北面するが、内部の神座は、本殿内陣の南西部にあって参拝者とは、相対せず、東を向くといい、出雲大社本殿との関連が指摘される。鹿島宮社殿電機によると、本殿は古くは、普段開かれない。 深い御殿と記され、毎年1月7日にのみ物意味によって、戸が開かれ、ぬさを交換されたという。この本殿の背後には、杉の巨木の神木が立っており、樹高43メートル根回り12メートルで、樹齢約1000年と言われる。そのさらに後方、玉垣を介した位置には、鏡石と呼ばれる直径80センチメートルほどの石があり、神宮宗師の地とも伝えられている。 石の間は、桁雪2軒、張間1軒、一重、霧妻作り、ひわだ武きで、前面は平殿に接続する。本殿同様、漆塗りで極彩色が施されている。平殿は桁雪2軒、張間1軒、一重、霧妻作り、ひわだ武きで、前面は拝殿に接続する。拝殿は桁雪5軒、張間3軒、一重、入りもや作り、後輩1軒、ひわだ武き。 平殿、拝殿は、本殿、石の間と異なり漆や、極彩色がなく、白木のままの簡素な衣装である。これら本殿、石の間、平殿、拝殿は、国の重要文化財に指定されている。拝殿の右前方には南面して、仮殿が建てられている。仮殿は、権ン殿とも記され、本殿造営の際に一時的に心霊を、 安置するために使用される社殿である。この仮殿は、現魔5年に、現在の本殿が造営される際、本殿同様に、幕府当梁の鈴木長治の手によって建てられたものである。構造は桁き三軒、張り間二軒、一重、入もや造り、後輩一軒、日和田吹。き。仮殿であるため比較的簡素な造りであるが、一部には、漆彩色が施されている。 なお、造営当初は、拝殿の左前方にあって西面していたというが、再三位置を変えた末、昭和26年に、現在の位置に定まった。この仮殿は、国の重要文化財に指定されている。境内の参道には、西面して楼門があるが、この楼門は、日本三大楼門の一つに数えられる。寛永11年、初代水戸藩主の徳川頼りの命による、 造営のもので、当領は、越前大工の坂上吉政構造は三軒一個、入りもや作りの二階建てで、現在は、銅板武器であるが、元は日和だ武器であったという。総集るし塗りであり、彩色はわずかに乱馬等に飾るに抑えるという、控えめな衣装である。変額、菓島マトリーは、東郷平八郎の書になる。ロ門左右の回廊は、 楼門と同時の柵であるが、後に札書が増設されている。この楼門は国の重要文化財に指定され、回廊は鹿島市指定文化財に指定されている。境内入り口にある大鳥居は4本の杉を用い、高さが10.2メートル、幅が14.6メートルの大きさである。元々は笠間さ産の見陰石を用いた石鳥居であったが、 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震により根元から倒壊した。これを受けて神宮境内から杉の巨木4本を切り出して再建され記録が残る1664年から数えて11度目の建て替えとなった。大鳥居は2本の円柱の上に丸太状の笠木を乗せ抜きのみを角形として 柱の外に突き出させる等の特徴があり、この形式は、カ島シマトリーと称されている。用いられた杉の樹齢は、左右の柱が約500年、笠木が約600年、抜きが約250年である。柱の土台部分に当たる亀原石には、倒壊した鳥居の石が用いられている。金目石金目石の形状金目石は、境内東方に位置する霊石。古来、 五在市や山の宮とも言う。地上では直径30センチメートル、高さ7センチメートルほどで、形状は大型。かつて地震は地中に住むオナマズが起こすものと考えられていたため、カナメはそのオナマズを押さえつける地震からの守り神として信仰された。カナメはオナマズの頭とを抑える杭であるといい。 見た目は小さいが地中部分は大きく決して抜くことはできないと言い伝えられている。水戸黄門人特録によれば、水戸藩主、徳川光国が7日7番金目石の周りを掘らせたが、穴は翌朝には元に戻ってしまい根元には届かなかったという。過去に神名月に起きた大地震のいくつかは、鹿島神が出雲に出向いて留守のために起きたという伝承もある。なお、 カトリ神宮には、突型の金目石があり、同様の説話が伝えられる。この金目石は、カ島シマナナ不思議の一つに数えられている。カシマ神宮と地震に関しては、研究9年の伊勢歴に読み人知らずとして見える、次の地震家が知られる。また、高原元年に、藤原光俊氏が神宮を訪れた際、金目石を、石の餃子として、次の歌を歌っている。 三たらしい池三たらしい池は、神宮境内の東方に位置する神池。決済の地。古くは、西の市の鳥居がある、大船津から船でこの地まで進み、決済をしてから神宮に参拝したと考えられており、三たらの地名もそれに由来するとされている。池には、南崖からの湧水が流れ込み、水深は1メートルほどであるが非常に澄んでいる。この池に、 大人が入っても子供が入ってもその推進は父を超えないと言われ、鹿島七不思議の一つに数えられている。境内には鹿園があり、紳士の三十数頭の日本鹿が飼育されている。明治初年頃までは、奈良のカスが大社同様、録音に多くの鹿が新緑として蓄えられていた。古事記によると、アマテラス大臣の命を武見和に伝えたのは、 天下求神とされる。この、核は、加護すなわち鹿に由来する神とされることに基づき、神宮では鹿を使いとするという。また、神宮の社名が、甲島から、鹿島に変化したことについても、神詞の鹿に由来すると言われる。春日大社の創建に際しては、神後慶雲元年に白い神禄の背に分霊を、乗せ多くの鹿を引き連れて出発し、 一年かけて奈良まで行ったと伝えられており、奈良のしかも鹿島ジングルの発祥とされている。この鹿島立の様子は、春日ガマンダラの鹿島立、新加図でも知られる。西の一の鳥岩二川の川辺。鹿島ジングルの一の鳥岩古くは、東西南北に四基があったが、現在は、東西南の三基である。西の一の鳥岩。 北浦湖畔の鹿島市大船津にあり、ワニ川の中にある。古くから、オーブネツは、神宮参拝者の船着き場であったため、神宮の門前町も、こちらの西方側に広がっている。中世に、これらの町が形成される以前は、オーブネツの津東在社から船で見たらしい池まで進み、そこで決済して参入したと考えられている。現在の鳥居は、 平成25年6月の再建で、昭和期に、堤防整備により、水上から陸上に移っていたが、平成26年のお船祭りに向けて、改めて水上に建て替えられたものである。この鳥居は、川底からの高さ18.5メートル、幅22.5メートルという大規模なもので、水上鳥居としては、日本最大級である。お船祭りの際にはここから魚座船が出発する。 東の一の鳥居は太平洋に面する赤市の浜にある。伝承では、竹三和地、京都主両神は、この赤市の浜に上陸し、京都主神は沼尾から望まれるかとりえ、竹三和地神は沼尾から、現在の本宮へと移ったという。その他、南の一の鳥居は古くは、上栖市日川にあったが、現在では、行き栖神社の一の鳥居が代用されている。 北の一の鳥居は、神戸原にあったものの、久しく失われていたが、平成29年に、戸隠神社前に新たに建てられている。説抹社、所管者は、節者7社、抹社15社、所管者1社の計23社。奥宮高久神社、三笠神社、都宮坂戸神社、沼尾神社、生きす神社境内の抹社群中央に、坂戸、沼尾神社、妖廃所。 左右に抹茶四車境内社境外社式年大祭として、三船祭りが12年に一度の馬年に行われる。お船祭りは、王神天皇の時代に祭典化されたと伝えられ、神宮における最大の祭典とされている。祭りは、戦国時代に中絶したが、明治3年に再興された。祭事の流れは次の通り。 年間祭事一覧鹿島神宮で年間に行われる祭事の一覧なお、鹿島神宮の祭祀は古くは伊勢神宮同様に定常祭祀であり明治以降に天上祭祀に改められている鹿島神宮の中でも極めて重視される神宝二例について紹介するその他の主な神宝については 文化財武士を参照。石上神宮、竹三和知人から、神武天皇に授けられた普通の三霊県を祀る。鹿島神宮側では、これを初代とする。普通の三霊県は、神宮に伝えられている神剣別称、平国県。国宝に指定されており、指定名称は、自家等黒漆平文たち小白絵布党からびつ。古くより神宝として、 本殿内陣で秘められていた。長大な自家刀で、柄、鞘を含めた全長は2.71メートル、波長は2.24メートルを測る。制作年代は定かでないが、刀身は奈良時代から平安時代、こちらは平安時代の作と見られている。現存する伝製品の日本刀の中では、これの一つであり、また波長の点では、最大の作品とされる。 超大な刀身を作るために、途中4箇所で刀身をつなぎ合わせるという、極めて珍しい手法を使っていることが判明しており、技術的にも貴重な存在である。外装は、黒漆塗りの上に、平文や、近藤須賀絞りの金具で装飾を施した古まな、技法によるもので、小僧院の、金銀伝装等大刀の流れを組むものとされる。普通の見玉は、 古事記、日本初期でも、普通の御玉剣や、普通御玉剣等として言及があり、神武天皇に際して、竹三和から高倉下を通じて、岩われびに下された神剣としている。この剣は、神武天皇即位後に宮中に祀られ、後須神天皇の御世に、石上神,神宮に移され、祀られたとされる。鹿島神宮に伝わる普の御は、上記のように、初代、 普通の御霊がついに、鹿島神の元に帰ることはなかったので、後世に改めて作られたものだという。作刀に関しては、日立国風土記にある砂鉄から剣を作ったという記述との関連も指摘される。日立体は、神宮に伝わる神宝。神宮古后が、三冠征伐での鹿島神の守護に感謝して奉納した、腹帯であるとされる。古くより、 本殿深く箱の中に収められており、現在も見ることはできない。この伝承に基づき、かつて1月14日には、日立大神事が行われていた。祭事では、男女の名を記した帯の先を神前に備え、神主がそれを結び合わせ結婚が占われたという。現氏物語、竹川の巻や、九日六条にも記載が見え、 その平安時代当時においてもすでに古い宗族とみなされている。その後、この祭事は妊婦に腹帯を授ける安産信仰に変化していった。石像道路境内の車窓また、新仰祭で奉納される各地区の脱脂数台が鹿島市指定有形文化財に指定されている。神の高遺跡鹿島群は、日立国風土記によれば、下宇佐国の海上国像の部内及び、 長国像の部内から、それぞれ先、当初より神軍として建軍されたという。古軍河の遺構は見つかっておらず、神軍の軍河であるので神社のそばであるとも推察される。8世紀以降の新軍河とは、神宮の南約1 5トルに位置する鹿島市宮中の上野港遺跡で発見された。遺構は、8世紀前半から10世紀初め頃までの、軍庁内閣。 クリアや総統施設、正倉院等で構成されている。この場所は、日立国風土記の、その社の南に軍家があるという記載とも一致する。遺跡は、鹿島神宮境内の月として、国の史跡に指定されている。塩釜神社鹿島病栄神の分布鹿島病栄神の分布鹿島神宮は、東国開拓の拠点であったことから、その病栄神すなわちおこ神が、 各地に形成された。日立国風土器の時期には、すでに行方軍に分祠らの存在が記されている。日本三大実録の上巻8年の記事では、神宮寺のこととして、道の区国に病営神が38社あると記載されている。その内訳は次に示す通りであるが、具体的な社名は記されていない。また、同記事では、 道の区国での鹿島神のたたりが甚だしいので、歌唱元年に、宮寺らが、方兵に向かったが、道の区国入国は許されなかったという。これに関して、神宮の祭祀氏族が変わったため文社側が、抵抗したと解釈する説がある。さらに、演技式神明朝では、道の区国上に、鹿島を冠する神社として、次の発射の記載がある。以上の記載から、 カシマが海岸沿いを北上して、押鹿カまで進出した様子が見える。またその社名から、カシマのお子神として、天足別名の存在も推測される。演技式神明帳では、カトリ神宮の病影神二社も見えるが、これら、カシマ、カトリ病影神の存在は、大和朝廷の勢力が海岸沿いに北進する際に、カシマ、 カトリ両神の死意を仰いだことによると解釈されている。その具体的な事情としては、中富野氏の園祖である新佐山命が山と竹る命の統制活動に参加しており、道の口地方に多く見える鹿島神、鹿島おこかみの分布は、中富野氏の先祖や部民関係者が統制活動に随行、従事したことによるものと見られる。 これに関連する実証として、陸奥二一宮の塩釜神社においても、竹三一、京都主両神が祀られている。なお、鹿島、香取の分布には、差があり、香取病営神二者は、鹿島を飛び越す位置に鎮座する。このことから、初期段階には鹿島は、外目、香取は内海を施行したとし、その後両神の死にが逆転したとする説がある。その他、 後世には、武神としての崇敬により、各地に鹿島神が誕生され、旧日立国地域を中心として全国に、多くの文祠が形成された。鹿島神宮には、七不思議と呼ばれるものがあり、次の七項目が挙げられる。夫婦塚古墳宮中野古墳群で、最大規模の古墳で、六世紀中後半頃の築、築造鹿島周辺では、 多くの縄文時代遺跡は見つかっているが、弥生時代の遺跡は数カ所程度にとどまっている。古墳時代に入っても古い古墳は見つかっておらず、神宮境内における最祀遺物でも発掘された土器は6世紀以降のものとされている。神宮に関する古墳としては、北東方 2km において前方後円墳17基を含む、 古墳100基以上からなる宮中の古墳群が知られる。同古墳群は6世紀から7世紀頃の築造とされ、中でも、夫婦塚古墳は、古墳群中最大規模の墳球町、約108メートルの前方後円墳である。その他の主要古墳には、ホタテ海式前方後円墳の大塚古墳もある。この古墳群は、鹿島地方の主張母群と見られており、 鹿島神宮との関係も指摘されている。また、神宮の東方の高間ヶ原には、鬼塚という全長80メートルの古墳があるほか、板越大生にある大生古墳群も鹿島神宮との関係が指摘される。なお、鹿島市のクリア大遺跡群では大規模な集落遺跡が検出されており、鹿島豪町、中富の宅生の牧書土器の出土から、 鹿島郡鹿島里の中心地かつ中富野市の居住地と認められるほか、7世紀中頃の建穴建物の増加には、高徳天皇年間の神戸50個家像との対応が指摘される。鹿島市、田屋の風景沼落ちの跡地周辺。鹿島神宮は幼少日しており、大和政権の東国支配の拠点のため、かなり早い段階でその勢力下に入ったとされる。 日立国風土記によれば、鹿島神宮は、高等の天の大臣と記され、次の三者の総称であるという。このように古くは三者からなる神社であったとされ、日立国風土記には、慶光天皇年間に、船三隻を奉検したという記述もある。これら三者のうち、本源地を天の大神の社以外に取る説が古くより、提唱されている。 沼尾社を本源とする説によると、かつて付近にあった沼尾地を神として祀っていたと推測される。その根拠として、日立国風土記で沼尾池を天から流れてきた水が溜まった沼という表現があり、天から降った神であろうと見られている。これに対して、坂戸社とする説の根拠には、日立国風土記における坂戸、沼尾という書き順や神社近くにあるべき、 古群河が,が、坂戸社の鎮座する、山の上に推定されることが挙げられる。この中で、社名、坂戸の意味について、坂、を、坂井と見て、江戸地への境界、入り口を意味するとの指摘がある。大聖神社鹿島の元宮であると伝える。鹿島神宮の祭祀氏族としては、中富美野氏が知られている。司書に見える頃からすでに、 中富野氏が活躍を見せており、中富野氏から出た藤原氏も、氏神として、神宮を数計した。現存する系図にも、中富野氏の一族が、鹿島神宮の鮭を排出した事情神へ、日立国風土器にも一族が、鹿島神を採取した記事がある。一方で、中富野氏が神宮を鑑賞するようになったのは、朝廷の東国経営強化の要請から、 中央祭祀を司る中富野氏が、士官を再編したためとする説や、原始祭祀氏族の没落によるとする説もある。その場合、昭和区時期についても、藤原鎌足の日立国福獲得の辞典とする説、中富の鹿島市政の辞典とする説がある。中富野氏が、本来の干渉氏族ではないと見る論者の中には、昭和区以前の祭祀氏族に関しては、 次の説がある。鹿島神宮の祭神は、古くより竹光一とされているが、古事記日本初期、日立国風土記には祭神を竹光一とする、直接的な言及はなく、初見は、古語周囲、または、演技式初集の、春日祭りのりとにまで下る。鹿島神を竹光一と見ない論者は、その祭神設定の経緯としては、大和政権が、 東国経営を進めるに伴い、原始祭祀の神に対して、中富の氏が竹三和を代位したという見方が、されている。一方、上記のように竹三和は、物延しの祭る神という見方や、鹿島に残る、海イコール亀伝承と神明との指摘もある。このように竹三和が日立に根付いたのは、8世紀をそう、遡らないと見る説がある。一方、 中富野市の園祖と見られる火の河口地の人や、恥安姫神の名が、天皇宮山の食堂に通じ、食堂で作る亀や竹三和地の祖先である、三河谷肥人に関わることから、亀伝承を、中富野市の氏神と見る傍傷とする説もある。その他、香取神宮祭神の、伊波日主という別称から、鹿島、香取両神宮について、鹿島イコール朝廷の神に対する、 カトリーコール在地の神という、伊勢神宮の内宮、下空に似た、祭祀関係の指摘もある。所在地付属施設交通アクセス周辺資料、書籍論文サイト、鹿島官名は神宮に由来する。神宮に由来神宮の鹿に由来、ありがとうございます。